こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。ポップス板についてきたんでどんどんやっていきたいと思いますが、東京ビクトリー、素晴らしいですね。サザンオールスターズいい曲だと思います。これで、前回はシンコペーションしない A のパターン、シンコペーションする B のこれですね。このパターンの2つのこの B の膨らまし方っていうのは、今回は A の膨らまし方をやりたいと思います。 A はこのこれに対してこれよく使いますよね。ドドタンドタンドドタンってやつですね。これは、スネアを押すのでこう進行、力強さとこう進行感を出します。は1回ずつやると、2回ともやると要はまあロックなゴツゴツな、まさにロックのパターンって感じですね。だ、まあこれをマイルドにするために、まあ要はソフトクリームのチョコレートとバニラがこう半分ハーフ、僕はハーフ好きなんですけど、よりはまあマイルドな感じになりますねというお話。これがスピード感のあるリズムパターンですね。これに対してこれはこう3に、要は3拍目の表にこう圧力がかかるので踏み締める感じ、バラードとかよく使われますが、テンポが速いとドッパドドンパドンパドドン、ゆったり感が出る。なので、まあ、アンパンマンの曲をなんかえらい力強い感じの、なんか線の太いアンパンマンが出てきた感じがするんで、アンパンマンを子供たち手拍子させながら歌いたいので、やっぱこっちのパターン、逆にこうビジュアル系バンドで行くぞって行きたいとこ、まあやることもあるんですが、こう場面によってはこうやって大きく取るとこもあるんですが、基本はビジュアル系バンドはこっちが多いです。こうあんまりこう横よりだから、バラードの時はビジュアル系バンドも、ビジュアル系がどうこうっていう言ってるわけではなくて、ああいうスタイルな感じですね。なのでその疾走感のあるかっこいいバンドの時にこのっていうのはあんまり配分しない、まあする場合もあるけど、効果的に配分すれば全然構わないということですね。疾走感を出すのにこの C のパターンは、この曲ではこうリズムが進んで進行していく感じ、それに対して A がA の7小節目クラッシュ入れるのは、まあ、のイントロのタンタタララっていうメロディーが毎回出てきて、そこの部分だけこう後ろの付け足したみたいな感じになってるんで、そこをっていう風に毎回こう A の A も2も7小節目のところにクラッシュが入っています。 B なんですが、 B はここのスネアが1個前にずれる、シンコペーションするんですが、でやることによってジャンプして、前回も言いましたがシンコペーションすると疾走感が減るんですね。なのでここでこうリズムを詰まらせておいて、でというふうにウカカカカという決めのところまでスピードを下げておいて、そっから走り始めたなっていうイメージのこの3つの使い分けですね。 A メロはゆったり、B メロはで、サビが非常にこううまい配置ですよね。で、まあ、インターリュードは A と同じパターンになってるんですが、あとは D、頭打ちってやつです。
派生になるんですが、まあプリティウーマンとか、ね、使われます。効果としては停滞するリズムが、スネアが多いんでちょっと盛り上がる。だからトレイントレイン。形で、使ったりとかも、要は盛り上がる感じ、イントロで使われたり、 B メロで使われて、さっきみたいにサビのところで8ビートに持っていくと、 B メロで停滞してサビでスピードが上がるというシステムを使うことができます。D か D2 のとこはもう頭打ちって感じで、まあ、マーチング。頭の部分を跳躍したいので、ここで跳躍しといて裏からですが、イントロの部分ですね、イントロの部分は1、2、4、うん、クラッシュして裏から入って次のクラッシュ押していく、この2個目は入ってきて裏裏、非常にポップスらしいフレーズですね。これも、今回も譜面はメルマガの登録の方はお送りしますので、ぜひ練習がてら、コピーして遊んでもらってもいいですし、レッスンで使うように、音符書き込んでない、小節だけのプリントとこれのプリントを、コピーしたプリントを両方ご用意してダウンロードできるようにしておきますので、もしレッスンの中で使うんだったらぜひ使ってみてください。以上です。ありがとうございました。